やお、和解の戦いは、江戸幕府と豊臣家の間の大阪の陣のうち、1615年に発生した大阪夏の陣における戦いの一つ。豊臣方は、大阪城が大阪冬の陣の後堀をすべて埋められてしまったため、夏の陣では城を出て戦わざるを得ない状況になっていた。幕府軍は、川地方面、大和方面及び、伊方面より大阪城に迫った。 河地方面隊は、東道高虎、井井直隆を先方都市本田忠友、前田都常、松平忠直など,など総勢5万5千の兵で構成されており、縦石街道から道明寺へ向かっていた。その後に、徳川家康、秀忠なら本営が続いた。5月2日、豊臣軍では、河内口から来る幕府軍に対し、大阪城東方、大部隊の起動には適さない。 提出地帯で迎撃することにし、木村茂成の兵6000が大阪城を出発した。長宗壁森地下、増田森次の兵5300もその頃に出発したと思われる。5月5日朝、木村茂成は今福方面を視察し、こちらに幕府軍が来襲する可能性は低いと見た。そこで徳川家康、秀忠本営に側面から迫るべく、 和解に兵を進めることにした。5月6日、木村重成は午前0時頃には出発したいと考えていたが、兵の集結が遅れ、午前2時頃にようやく出発できた。途中道を間違え、沼地で立ち往生するなど、木村自身や兵の連土に問題があり、新軍は順調にはいかなかった。午前1時、井伊直隆は部隊に命令して、食事を取らせ、新軍の命を待たせた。 午前4時ごろ、東道勢の右先鋒、東道義勝が和解に向かう豊富軍を発見した。幕府軍は勝手な戦闘は慎むよう命令されて、いたが、東道高虎は、義勝の豊臣軍は、家康、秀忠の本営への攻撃を起都しているのではないか、直ちに攻撃するべきだという進言を受け回戦を、決断、各隊に進撃を命じた。かや村に進んできていた長我部勢戦法。 吉田茂地下は、東道勢中蔵へ、東道高吉の攻撃を受けた。吉田は本隊に対し攻撃を受けている旨伝令し、応戦したが壊滅、吉田は戦死した。吉田の知らせを受けた、長宗壁森地下は、長瀬川で、迎撃の体制をとった。東道勢の左先方、東道後継、桑名義成は、道明寺へ向かう戦闘にあったが、 転身して戸間串川を越え長瀬川の長祖壁森地下、本体に迫った。高虎の旗本、東道氏勝もそれに続いた。上心は、騎馬武者もすべて下馬させ、槍を持たせて、堤防の上に伏せさせた。東道勢が十分近づいたところで一斉に立ち、槍を入れさせた。東道勢は回乱し、東道後継、桑名義成は戦死。東道氏勝は、致命傷を遺体客中に死亡した。 東道高吉も来園するが、長蘇壁勢に圧倒され、撃退された。九州と戦った中内玄兵衛も一時にした。正午頃まで戦闘は続き、昇降状態になったところで、長蘇壁勢は、長瀬川堤で陣を整え、休息した。そこへ、若江の木村重成の廃砲が届いた。敵中での孤立を恐れた上信は、大阪城へ撤退した。午前5時頃、 木村勢は若江に着陣、先方を三手に分け、敵に備えた。その右手に、東道勢の右先方、東道義勝、道義江が攻撃をかける形で改戦した。結果東道勢は、兵の半数を失い敗走、東道義勝、義江は戦死した。東道勢を退却させた、木村重成は玉串川西測定上に、鉄砲隊を配置し、敵を、 田んぼのあぜ道に誘引して襲撃しようと計画した。午前7時ごろ、井井直隆は、若えの敵への攻撃を決断、部隊を西に転進させた。井いせの先法は、右手井原朝、朝、左手、川で両列。木村勢を発見した川では、玉串川東測定場から、一斉射撃後、敵に突入した。堤見城にいた木村勢は西に後退し、堤は、井井勢が占拠した。 川ではさらに突進したが戦死した。そこに、ヨ原も加わって、戦闘となった。木村主成は、自身も槍を取って戦ったが戦死した。山口博士ただし、内藤長州も戦死し、木村本体は壊滅した。それまで戦闘を傍観していた、幕府軍の坂木原交渉、庭長主らは、味方有利と見て、木村勢左戦手、木村宗明へ攻めかかった。宗焼は、 本体が破れたため大阪城へ撤退した。ありがとうございます。